やい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 や、台風の風感じたいよね。来る。あ、地味に。あー、おう、はい、というわけでね。だけどね、あー、いや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 、喋ることがね、なかなか出てこないという。どうすか最近。最近っすか、やっぱどこまで言っていいのかな。副社長はいろいろ将来を考えなきゃいけないわけで。確か大学生も、もう終盤ですからね。本当に寂しいもんだよね。俺も留学すればよかったってそれはすごく思ってる。確かに僕はあの留学した、して休学してトータルで1年休んだんで。留年はじめは留年しました。というわけでね、いやまあ無駄にした1年とは思ってないんでね。留学にも行ったし、自分の将来を考えるいい時間にもなったし、大物になったし。いやでももうちょい時間が欲しかった。なるほど。いや もう1年でも匠はもう卒業ってわけでね。いやー見てくれよ、8月1日のあの動画の時本当になんか悲しい気持ちになってた。ぼっちだね、初めぼっちなんですよ。リアルぼっちになるっていうね。いや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 、僕は友達が少ないでしょ。僕は友達がいないからね。少ないとかそういう問題じゃないんか。絶対コメントに友達になりたいですとか書いてくる人いると思う。みんな友達だからね、画面の中でお友達。いやどうすか将来。将来どうしよう。いや多分働くと思うな普通に。どうなんだろう。でも正直考えても思いつかないから、まずは働こうと思う。まともに半年なら頑張れるよ。私は頑張っていくよ。ビデオブログって別に続けてること、続けていけることだからさ。確かに。そうそう、動画を見ればあいつ生きてるなくらいの